なんてもん出すのよ。早くしまってったら。別にそこまで拒否るほどのもんじゃねえだろ。ほらとっととしっしっやるぞ。だからそんな見せんな変態。誰が変態だ。俺はお前が大好きだったもんだ。そんなわけがないじゃん。あんた頭おかしいんじゃないの。いくらお前が否定しようが過去は変えられない。お前はシッシスを神と崇めるほど愛してたんだ。嘘。あんたは私を騙して変態の仲間にしようとしてるんでしょう。いや同情はするけど全部本当の話だし。そんなの嫌、認めない。認めないって。いや今のセリフを録音して1年前のお前に聞かせてやりたいわ。昔の私を張り飛ばしてやりたい。いいか、このシッシスはな、お前が俺にプレゼントしてくれたただ一つのもんなんだよ。でも俺はまだコンプリートしてなくて、早くやれって随分お前に怒られたよ。お前が俺にやれって言ったんだ。だから俺もお前に言ってやる。俺と一緒にリンコルートをクリアしろ。いいやった。あのな、これが最後の手段なんだよ。選択肢はないの。あ、最後の手段、もっと頑張って他の手を探せっつうの。とにかく嫌だからね。もうどうでもいい。正直疲れた。記憶が戻らなくてもそれっぽく振る舞えばあんたにもオタク友達に迷惑かけないでしょ。そんな芝居続くはずねえだろ。そのうち絶対にバレるぞ。そうなったらお前だけじゃねえ、あいつらだって傷つくことになるんだぞ。どうしてそんなこと言うのよ。